ナショナルの時間です。こちら、はい。夏休み後半に入るということで、いろいろね、まあ来ましたけれども、はい、こちら、モンスト夏休み2019ですね。8月11日土曜日の12時から8月30日金曜日の11時59分まで、まあ、新イベント扱いのアルファシリーズですかね、ガチャキャラも来ますよと。で、早速行ってみましょう。はい、サンダロンアルファ、火属性ですね。はい、貫通ゲージ砲撃型の、はい、アビリティがリジェネに超アンチ重力バリアが、スワビについてまして、ゲージで回復読むとアンチ減速壁で、ストライクショットが、自強化と友情ビット展開16ターンと24ターンで、友情コンボが追従型貫通弾に超絶ホーミング6ついております、うん、で次ムーが水属性になりましたね、はい、で貫通パワー型とで、アビリティが、マインスイーパー EL にアンチウィンドウ毒キラーすべてスワビで、ストライクショットが、爆裂ホーミングですね。ターン16の24ターン、うん、2中目は24ターンで、友情コンボ貫通弱点ロックオン衝撃波5にサブで長距離爆発続きましたよと、はい、で最後ですね、メタトロン光属性、メタトロンアルファ貫通ゲージバランス型にアビリティがアンチワープ弱点キラースワビのゲージでアンチブロックと SS ターンチャージ持っております。で、ストライクショットが自強化とヒットした敵の弱点の効果をアップさせる16ターンと24ターン友情コンボバウンドボムに、スピードアップを持っております。すべ、はい、て重心化扱いですと。強いですねこれは。急にぶっ込んできた、うん、アルファが終わったと思ったら新しいアルファがね、うん、夏休みに来たと思うんですけれども、ね、夏休みも終わりだと思ってたんでね、完全に終わりだと思ってた。冬を疲れましたね。可愛いですね。どれも可愛い。でも、うん、限定実装ともほぼ大差ないぐらいにはなってるんですけど、うん、サンダルフォンはちょっと分かんないですけど、うん、とりあえず砲撃追従のメイン非属性追従が3個になるってことでしょ。これビット展開3個やばいっしょこれ。まあ絶対強いじゃないですか、うん、で超 HB は引っ張りやすいし、だからアンチ減速壁はもうだからいろいろついてくるんですかね、これだろうね、この流れを見てるともう、うん、ぽいっすね、うん、で超絶ホーミング何属性かによって結構評価有利そうなんですけど、うん、アルファシリーズなんでこれ光属性がサブなのかな。あ、なるほどね、確かに確かに、あれもそうなんで、うん、まあ、光属性って十分ですよね、うんうん、なんかイラスト的に非光っぽいですよね、うんうん、で光属性その理論合ってるかもしれない、うん、確かに、うん、そうですね。ムー、ムー言うことないんですけど、これはもう遠回しに彼の運枠を早く作れってことですよね、うん、あの埋水の貫通で水属性で、あの一緒に毒でセット使うのが基本カルナーぐらいなんで、うん、長距離毒格差かな。あとはあれか、今度来るドゥーム会がサブで、ね、うん、ランダムで毒の持ってるから、はい、そっちの選択肢は増えたってことになるかもしれない、ね、その辺がちょっとオツコマ、まあオツコマまではいかないかもしれないですけど、ドゥムとか、うん、カルムちょっとカルムみたいな、ありそうですよね、ありそうですよ、いろいろね。だ、爆裂ホーミングってのが痛いですね。これ自走もらえたらもうちょっと美味しかったんですけどね。ここ変わんなかったね、うん、まあ、うん、まあ、EL とかとは確かにね、相性が悪いのかもしれない。ただ、今までのムーンの攻撃力を同じく再現してくるってこと多分ないと思いますけど、同じぐらいになるなら、これドッキラー乗りますからね、爆裂ホーミング。それはちょっと話違ってきますね。毒キラーが乗り出すと、うん、貫通弱点の根性撃破がおかしくなってくるからね。やばいことになっちゃうんじゃないかなと、うん、水かと。貫通殴りいけるから。うん、だって一応ラファエルとかその辺のね、ガチャゲットも組み合わせる毒はあると思うんで、うん、いいのかな。で、弱点貫通ロックオン衝撃波、貫通弱点ロックオン衝撃波、これはやっぱりパワーカットなんです、うん、そう同じ力じゃないんで、うん、そこで気をつけてくださいと。でも強いでしょうね。強いだろうね、うん、文句ないです。イラスト超いい。いいですね、うん、待ってて、メタトロンちょっとずるいなこれ。メタトロンめっちゃ可愛いなこれ。メタトロンな、はい、これはなんですかね、ちょっと一個来るかもしれないですよ、うん、あの貫通が今までダメだった理由って、うん、あの挟まるところが多かったんですけど、うん、こいつ通りすがりの弱点キラーと、あと SS ターンチャージでデコの SS をチャージできるっていうのと、完全にそれをなのかな、あれ、ターンチャージが触れたらチャージできますよね。ターンチャージは3体目に触れたやつ、ね、そうそう3体目に触れたやつ、ね、なんでデクとの相性もいいし、でやっぱデクがちょっと遅いんでそこの分の加速、うん、まあでもちょっとでも確かにでも勝てないかなとは思うけどそうな、でもあそこ意外に弱点切っても、まあでも弱点キラー持ってやれるのかな。いや、アップシートだったら100やれると思いますね、うん、ワンパンじゃないですか。あ、アップシートだね、アップシートでやれるけど、そうですね、そこはあと反射に任せて。そう、ただ逆に貫通じゃないとできないことっていうのが、まあもうデクで飛ばしてる人は関係ないかもしれないですけど、うん、中ボスとかやっぱ弱点が反対側に来た時にね、うん、あのアルカディアみたいに一回回っていかなきゃいけなかったりするんで、うん、そういうところちょっと貫通で削りやすくなったりするのかなっていう。だから使えなくはないと思う、ここ、うん、スピードアップはかなりいいね。いいっすね、うん、
まあそんなぐらいですね。で降臨が来ますよと。降臨がカキゴロイド貴族星と葉月、はい、でしぶき未属性は激流かな、うん、玉扱いになってますね、はい、これはあれかな、カブトムシのやつ、カブトロスでしたっけこれ。誰、カブトロスってやつ。あ、カブトロスっぽいね。これダヴィンチですかね。これダヴィンチっぽいね。ダヴィンチっぽいですか、うん、ダヴィンチでも X もいてってなんかすげえ優遇されてますよね。されてる、確かに。これはダヴィ、でも最初全然確かに分かんなかったな。ダヴィンチだこれ。エヴァもダヴィンチいた気がするんだけど。しぶきジュンですね。ジュンでね、しぶきマジガチャゲンっぽいですね、本当に。進化がイラストいいね、しぶきはね。水なんでね、めっちゃなんかジュンクラスのクエストにしないでほしいですけど、うん、楽しみですね。でこちらが、11日土曜日からすぐ来ますんで、明後日からねガチャも来るということなんで、早い、皆さんぜひ引いていくって感じで、はい、重心化、はい、イージス来ましたね。反射バランスで、アビリティが、光属性耐性に光属性キラスアビのゲージでアンチワープ、 SS が自強化とシールド&ビットンに大ダメージ、12ターンの20ターン友情コンボ、長距離貫通ホーミング12に中距離独角三段9がついています。いやそうじゃない感すごいですね。今どうなんだろうね、このスペックは。いや、これじゃ戦えない気がするな。自走がぶっ壊れてるのかな。いや俺イージス好きで、イラストまではおーおーって一人で盛り上がってたんですが、性能聞いてんってなった、うん、正直ね。だから長距離看護12が普通にキラー乗ってくるんで、うん、あの威力自体は高いと思うんですけど、うん、結局砲撃型って 1.4 でしょ。あ、砲撃型が 1.4 でキラーが 1.5 でしょ、うん、砲撃12と同じ威力かって考えるとちょっと微妙なところありますよね。でまあ新しい友情で中距離独三段がついたのはもう謎だしね、ちょっとね。これの威力もちょっと知りたいですけどね、うん、まあ、まあこれは一応そうね、はい、エナサどこ行ったっていうのはあるけどね。まあそうっすね、本当にさすがに、まあ、確か光属性がサブだったんで、カンホが今まで光だったんで、エナサついて光になるよりは良かったのかなっていう思うけど、うん、まあにしてもじゃないですか。ちょっとちょっと分かんないですね。まあ、キラーの中距離拡散弾って考えると普通に強いんですよね、うん、ナポほど威力当てないとしても普通に当倍キラーの 1.5 倍の中距離拡散がついてるようなもん。これは、うん、普通にね、確かにですね。対光だったら強いですけど、こうじゃない感がすごいですね。もうちょっとね、なんか殴中途半端にこれやんならもうちょっと殴り特化にしてほしかったですね。あれなんですよね、進化がね、あの毒持ってるんですよ、調教、うん、毒持ってたんで、しかも初じゃなかったかな、あれ調教系の毒って。イージスが調教はそうだったかもしれない。すげえ最初の方だった気がするんですけど、だからその血を残しちゃったんですよね。いやーワープ一本でこれ、そうね、戦える気は、うん、なんかよっぽど SS 型ハマったり、うん、シールド&ビットンなんか、なんか一つ接待的なの来ないと、やってくんないとハマんなそうですよね。当時出た時とかはね、これも一強だった時代を言っちゃった、まあ、気づいて、ね、そうそうそう、気づいてたから。そう、イージス超好きだから、すごいちょっと残念ですね、これ。まあ、使ってみなきゃ倍率とかも分かんないんでね、今のところ評価できないですけど。新しいスペックだけ見ると、ちょっと、あれかもしれないですね。うん、この後上がってくる可能性もあるんで。現状、現環境。はい。はい、次、新超絶来ます。まあ、これも、反対地盤の超絶ですでに来てたものになりますけれども、職員ですね。こちらが、来ますよと。そうですね。うん、こちらが、8月23日金曜日、19時から多分始まりますので、はい、おそらく長時間ライブの始まりがこれになるような感じになりますので、うん、なかなかね、普段とは違った長時間ライブになりますので、これで頑張ったあとも続くっていうね、そうそう、俺らはなりますんで、まあでもね、今まで結構反対地盤は割ともうすぐ、うん、っていうかマルチやってたから、そういうノリになると思いますけども、皆さんぜひそちらもよろしくお願いします、はい、次、もう最後、ほぼ最後になりますけども、メダル新キャラ、新しく来ますよと。マンダリーヌ、これも8月17日土曜日の0時から実装ですね。光属性の反射ゲージバランスで、アビリティが回復アンチダメージオールにゲージでアンチブロック持っております、はい、サイクショットが20ターンの貫通タイプになって、敵貫いてアイテム一段階成長、友情コンボ長距離貫通ホーミング12ですね。枠になったら強そう、うん、ここも光属性は意外に今ガチャキャラ最近ね増えてきたとはいえですね。進化前かわいいな。なんでこれ、そうかなり怪盗のこのマスクつけないでほしいなこれなかったらかわいいっぽいのに、これかわいい、でもかわいいけどね、うん、結構ね、まあ、進化前のイラストとかすごい、進化前超好き、うん、これ珍しい、このイラストなんか角度珍しくないですか、うん、珍しい、なんかほんと正面じゃないし、うん、上からのアングル珍しいなと、はい、こちらもね新しくメダル新キャラ来ますんで、
まあ、あとはそうですね、初歩にあの追憶ミッション関西あの開催というところで、追憶のね、うん、ミッションが、来ますよと、メモリーピースを集めて、うん、アイテムと、引き換えていくという報酬ゲットっていう感じですね、はい、これはちょっと何とも言えないですね。これはなんかまあ、うん、いかにもキャンペーン的なです、ね、うん、ステッキもらえて、クエストってあっちで決められるんですよね、これなんじゃないかな、全部で10個って言ってるから、最初クエスト、いや終わってる人も全く関係ねえじゃんって思ったよこれ。初歩終わってる、改めて、うん、そうね、だからまあ初歩をやらせたいんでしょうね、うんうん、なんか昔のクエストが来んのかなとか思ったけど、強くミッションでステッキまでは回収したいかな、うん、最悪ベルまででもいいからちょっと回収したい、だから何回もやらせないでほしいですね、終わってんのに、両面終わってんのに何回もやらせないです、終わってる人はそうね、確かに全スルーある。自分とかちょっとあんま終わってないから、ね、これを機にちょっと頑張りたいけれども、で、あとは初月確定ガチャが、はい、2回目かな、また来ますよと、18日日曜日の4時から9月1日まで来てますんで、なんか、ほぼ全てこれ含まれてるから、うん、欲しい人はちょっとね、なんか引いてもいいかもしれないですね。ですね、うん、まあ、ディーバとあれ入ってる、ね、うん、三カーメンが入ってないっぽいんで、あ、三カーメンが入ってないのかな、そうですね、確かに入って多分乗りますよ、ね、バナー乗るよね、うん、乗ってないかさすがに、なんかニュースちょっとエンジェリーディーバと、うん、シャーロックも入ってますみたいな言い方してたから、あれ見てないな、もしかしたら限定は、そうか、一応弁財天はいるけど、ね、ないと、そうですね、新しいちょっと、うん、詳細待つかって感じがあるかもしれない、はい、ぐらいかな、うん、ラッキーモンスターぐらいですか、ラッキーモンスターか、はい、はい、今回の、ラッキーモンスターは、こちらです、8月19日、月曜日から26日ですね、ジラフィーヌ、ドゥーム、はい、テング、マリーダ、マター、サジ、はい、サジ懐かしい、この、5キャラ、あ、6キャラです、いいとこですね、うん、ドゥームはもう今作りまくってる人多いだろうし、そうね、超いいタイミング、他も割とテング、マリーダも今だったら超、うん、超、うん、すごい回りやすいと思うしね、いいんじゃないでしょうか、はい、うん、ぐらいかですね、今日多かったですね、多かった、まあ、ただコラボ来るかと思ったけど来なかったっすね、ちょっとびっくりしたわ、だからモンスター夏休みがちょっとどういう感じなのかなって思ってたけど、あ、コラボを使わないで周年まで盛り上げていくのか、うん、もしくは9月に回すのか、そうね、ちょっと9月が毎回一応そこの間で谷になるから、そこでね、あれしてんのかもしれないし、夏休み勝手に盛り上がれたかしね、うん、こういう形出したけど、でモンスターたちも現にイラストがこれ噛み上がってたから、はい、多分そっちで、うん、なんか盛り上がろうか、自力盛り上がりをあれしてるのかなって思いますけど、はい、はい、というわけなんで内緒ニュースなんかあるから体調大丈夫です、もう帰んないとやばい、そうなんです、ちょっとね、しおちゃん体調悪めなんで、ちょっと今回早めに終わります、すいません、申し訳ないです、というわけなんでコメントなんでぜひ皆さん、これありました、引きます引かないありましたね、コラボ来てほしかった、欲しくなったと、はい、ありました、よろしくお願いします、で今回もニューメンタルジオ4からお送りしました、ナビューでした、失礼でした、ごちそうさまでした、ありがとうございました。